WBC、IBF、世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、サマンソーチャトロン対日本の細野雄一の一戦です。こちらがソンポップロモーターですね。はい、まあ、過去2戦が韓国で行いました細野の世界戦、今度もまた外国タイで行う、乗り込んでの世界戦です。過去2度はですね、チェヒオの時、それからユメオの時は私がマッチメーカーだったんですね。だから細野選手と一緒に向こうでありましたけど、なかなかその爽やかな青年ですね、はい、私は細野選手好きですよ。気持ちのいい、して一生懸命やる選手ですね、はい。ひげを蓄えての世界戦ということになります。細野雄一、背中見せてるのは縦会長ですね。こちらが2団体にまたがっています、チャンピオン、タイのサマン・ソーチャトロン。浜さんはこの試合どういったところに期待しますか。はい、3度目の正直ということですね。細野が今度タイトル取れば、ですから私は今一番、精神的にも技術的にも乗ってる細野に期待したいですね。そうですか、はい。黄色のトランクスがサマン、そして青のトランクスが日本の細野です。第1ラウンドが始まりました。細野選手はテクニック上手くなってきましたよね、非常に左もよく出るようになりましたしね。小刻みな小気味のいい動きを見せます細野雄一。屋外で行われています WBC、IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ。細野が左を出しました。細野の動きはいいですよ、はい。まあ、実はあの小泉さんも浜田さんも現地に行かれてたということですね。ご覧になったわけですけども、まあ、WBC 総会の後だったんですね、はい。まあ、WBC 総会はですね、まあ、1週間行われたんですけどね、その後、まあ、場所を移してこのラチャブリですね、ここでタイトルマッチあったんです。まあ、ラウンド間でそういった話もお伺いしたいと思いますが、第1ラウンド残りが1分10秒を切りました。ミロストレートはタイのサマンです。今のコンビネーションいいですね、まあ、ブロックはしてるんですけどね。チャンピオンです。これはブロックの上ですが、浜さんどうですか。うん、パンチはやっぱりありますよね。ありますけど、あの細野をよく見て、そしていいリズムで動いてますからね、はい。このリズムを壊さず、そして、チャンスがあれば前に出ればこれいいですね。うん、このリズムは崩したい感じですね、はい。サマンは打たれ強さがありますからね、打たれ弱いところがありますからね、はい。残りわずかです。第1ラウンド、第1ラウンドを終えました。小泉さんはどうご覧になったんですか。ポイントとしてはですね、はい、やはりこの相手のブロック 上からなりとですね、手を出してで構成を取ってるサマンの方のポイントに行くでしょうね、あの振り分けるんだったらですね。浜田さんは第1ラウンドどうご覧になったんですか現地で。はい、私はですね、この細野のリズムと、そして相手のパンチはブロックしていると、そして細野の左が良かったんですね、ですから私は細野のラウンドとつけました。お二方分かれた第1ラウンド、まあ、ご覧のような屋外で行われたんですが、現地の気温ですとか
お客さんの雰囲気というのは小泉さんどうだったんですか。夕方だったんで思ったほどは暑くなかったですね。はい、気温で言うとですね、もう夕方ですからね、結構涼しかったと思いますね。あ、そうですか。かなりお客さんが集まっているように映像で感じますが、やっぱりこんな熱気があふれる感じですか。屋外だったんですけどね、はい、まあ、無料なんですよね。だからお客さん結構メインイベントの前にはたくさん詰めてましたね、詰めかけてましたね。あ、さあ第2ラウンドです。だからまあチェンマイの WBC 総会に出席した人たちで、そのもう一日タイへいる余裕のある人はですね、この試合見に来てましたよね。ああ、そうですか。青のトランクスが日本の細野雄一です。黄色のトランクスがタイのチャンピオン、サマン・ソーチャトロン。今細野のいいジャブがありましたよ。はい、細野の左はいいですからね。あとこのリズムを崩さずにいつ内に出るかですね。そしてあのサマンのボクシングがちょっとあの体が立ちすぎるところがあるんですよね。はい、ですから打っていけば当たる雰囲気はありますよ。左を打っていきました。ロックの上でしたが、今度はチャンピオン。動きのスピードも細野の方があるしですね。確かに細野のスピードを感じをさせますね。もういいリズムですよ。まだ本格的に攻めに行ってないんであれですけど、攻めに行った場合はチャンスありますよ。はい、あといきなり右出ました。チャンピオンです。上半身、サマンは硬いんですけど、やっぱり打つパンチ、一発は細野よりは、ありますね。おカウンター取ったのか、頭が当たったか。動きはいいですね。左が落しました。細野これはエルボーの上です。ガードの上、しかしパンチがあるというのが感じられます。26勝のうち 21KO、 タイのサマン・ソーチャトロン。今のパンチも重いですね。軽量離れしています、サマン・ソーチャトロン。まあ、このクラスはジュニアフライです。さあ攻めてきました、チャンピオン。左ダブルです。2発目は空振り、右カウンター、チャンピオン。細野も出ていっています。まあ、細野よく見てますよ。はい、右細野左、シャープです。第2ラウンドを終えました。このラウンドも私はチャンピオンのサマン・ソーチャトロンのラウンドにしますね。浜田さんはどうご覧になりますか。私もこのラウンドはサマンのラウンドです。そうです、このラウンドはお二人ともチャンピオン。徐々になんとなくこう薄暗くなっていくのが分かりますね。はい、大体の日が落ちるとですね、ちょっとは過ごしやすくなりますね。リングにはご覧のようにライトが当たっています。サマンのコーナーにですね、アメリカ人のイギリス人のトレーナーチャールズ・アートキンソンがついてるんですね。はい、このチャールズっていうのはですね、ソット・チタラだとかパヤ・プンタラットのトレーナー務めたことがありますね。さあ第3ラウンドです。 WBC、IBF 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦、日本の細野雄一が3度目の世界挑戦です。今回はタイに乗り込んでいます。相手はタイのサマン・ソーチャトロン。これが初防衛戦になります。細野としてはですね、タイで勝ちたいところですね。寂しそうでしょう。まあ、チャンピオンは前半が強いんで、細野選手とはしてはですね、これ丁寧に相手のパンチ出させてですね、外しながらその相手の出方見る作戦でしょうね。はい、ワンツー、チャンピオンのワンツーです。左2つ使います。サマン。
ワンツーを見せようという途中で思いとどまりました。サマンです。放送の方が勇敢に入っていきます。細野の動きいいですよ、はい、この動きは止めないで、そして、相手のパンチをかわしたら、あ、この辺あたりからちょっと打っていきたいですね。さあ第3ラウンド半ばです。細野としてもただ待つんでなしにですね、相手がその大振りしてきたらそのためにカウンター取るといいですね、はい、カウンター取るために待つのではないんですけどね、相手打ってこなければ鋭い左をですね踏み込んで打つことですね。この辺りはチャンピオンの方が先に手を出します。そうすると待ちながらでもポイント取れますよね、さあ出ていきました。今度は細野、細野が追いかけます。ミロスルトチャンピオン、距離を保ちます、保ちますチャンピオン。チャンピオンのパンチ重いですね、やはりダブル。浜さん、左右両方ともダブルあるいはトリプルで使うケース多いですね。そうですね、やっぱりあのパンチにあの腕力に自信あるんですよね。ただあの上半身があんまり動かないんですね、この選手は、はいはい、ですからボディ軽く出しておいて素早く左フックなんか打って面白いんですけどね。まあ、ただあのその選手打たれたら打ち返すところあるんで、細野打ったら必ず横に動くことなんですけどね。第3ラウンドを終えました。私はこのラウンドもチャンピオンの構成点を取りますね。そうですか、はい、浜さんはどう見ましたか。私もチャンピオンサマンのラウンドです。そうですか、はい、まあ、あの立て続けにチャンピオンの方がラウンド、あのポイント取りましたけど、細野のペースもいいですよ、はい、ペース前リズムいいですよ、そうですね、調子は良さそうですね。そうですね。さあ第4ラウンドに入りました。 WBC、IBF、世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦、2つのベルトがかかっています。この試合ヒーロントランスがチャンピオンです。ミラパオオート身を出しました。チャンピオンヤリヤリック、オソロまたヒラリ、今度はボディを狙います。チャンピオンの周りを回ります。細野、右合わせました。チャンピオンです。このラウンドチャンピオンサマン出てきましたね、はい、細野も、もう少し動くといいですね、はい、今度はボディを叩いた、右ロープに決まりました。細野左から右、右を突き上げる、左アウチか、右アウト、ダウンです。ダウンになりました。顔面をグローブで覆います。カウントが入っています。試合終了です。カウントアウト。ダウン前の左フックが効いたみたいですね、はい、最後 そのチャンピオンの左から右は細野選手ブロックしてましたからね、その前のパンチが効いてちょっと遅れてそのダウンした感じですね。ちょっと立ち上がることができませんが、細野、ダウンした瞬間目が痛い目が痛いって言ったらしいですね。だからちょっとそのパンチがですねその目に当たったんだと思いますね。まあ、これ風エビジムの鈴木社長から聞いたんですけどね。確かにだからすぐ左の相手の左の後顔を追いましたもんね。顔というか目を追ったものだと思うんですが、チャンピオンタイのサマン・ソーチャトロンノックアウト勝ちを収めました。初防衛に成功です。残念ながら日本の細野雄一今回も世界に届きませんでした。